こんにちは、チョメです。大変な高校生活をやっていきます。ブレインテスト2ですね。ナオコです。学校に行く準備を手伝ってあげてください。これはカバンになんか本とか入れてあげる感じかな？で今3冊入れました。OK かな？あとは棚のところにこの紙留めがあるからこれを頭にあげて OK みたいな感じですね。ナオコはガリ勉な優秀等生です。ミキです。顔のことが心配で学校に遅刻してしまいそう。お風呂今タップしたんだけど、これは多分ダメだ。水だから。右のところにこれ切り替えがあるんですよね。お湯にしてみよう。はい、どうだこれで。わあ、湯気がめっちゃ出た。あ、でも OK みたいな感じなのかな。クリアしました。ミキは学校一の人気者になるのが夢です。レベル3、太郎です。スクールバスに乗り遅れないように。なんかね、ずっと先に進んでます。スクールバス。これ、ローラースケート履くんじゃない？これ。はい。で、追いつく感じかな。ほい。あー、なるほどね。最後の取っ手のところに、掴む感じでしたね。太郎は高校一の運動神経の持ち主です。今日も忙しい学校の朝、それぞれのお友達と合流させましょう。それぞれのお友達っていうのがいるみたいですね。おお、なんかいろいろ移動した。これチアリーディングとこの子じゃない？一緒になったね。こうやって適当にやってたらさ、くっつくところで OK っていうのもあるかもしれない。だからこれはサラリーマンの人、こっちみたいな感じかな。この青いやつとか、この最初からいるやつは動かせない。で、一回固定したら動かせない。で、動かせるやつは動かせるみたいな感じですね。だからあと1、2、3、4、5、6人いるみたいですね。右上の人とかも動かせないから。なるほど。この動かせるやつって戻ってくるやつを動かすみたいな感じか。なるほど。こんな感じか。ちょっともう一回やるね。私の友達は本当数学の問題よ。まあ、要するに左下のメガネの人は動かせない。でランドセル軽った人は動かせる。右下の人も動かせないみたいな感じになってるんだよね。とりあえず動かせるのを下にやって、この青いやつとかはなんか戻るみたいな感じです。この戻るみたいなやつを動かすみたいな感じですね。で、どうでもいいやつは一番下。いなくなっても OK みたいな感じ。だから全部下にやって残ったのがこんな感じで、だからこれ上やって、上やって、右やってみたいな感じで。レベル5、ミキは宿題を済ませていません。ナオコのノートが必要です。なんかゴミ箱に入ってるんだけど、バナナ。あ、滑らすって感じかな。はい、つる。で、ノートを手に入れる。かわいそうに。前向いて歩かなきゃ、ガリベンちゃん。歩きなか。ミキのノートとナオコのノートをすり替えないと。わ、このノート、持ってるやつと、ダメ、これはダメ。こっちの方か。ダメ、どうした？あ、メガネを外せばいいのか。メガネを外してる間に、こうやって入れ替えて、取っていくみたいな感じでしたね。宿題を全部済ませてあるわ。助かった。レベル7、太郎は食べ物合戦を始めようとしています。動かせるのがこれと、これですね。まずスプーンを持たせるか。で、これをいろいろこうやってやって、なんかなる。頭に当たりました。下の席の人の坊主のところ。そしたら食べ物合戦が始まったみたいな感じですね。まあ、頭にぶつけるみたいな感じ。よし、始まった。太郎。レベル8、ミキは太郎にラブレターを紙飛行機で送ろうとしてます。扇風機つける感じかな。でもこれ逆向いてるよな。窓開けるのかな。窓開けました。で、紙飛行機。止まった途中で。あ、OK かこれで。読みもしないでゴミ箱に捨てた。これそのままだったらまっすぐ飛んで他の人に飛ぶみたいな感じか。窓開けてるだけだったらどうなるんだろう。紙飛行機はまっすぐ行く。扇風機飛ばしたままだったらそれもダメ。だから扇風機プラス窓でこうやって行くみたいな感じでしたね。一発でできたわこれ。レベル9、ミキはテストに苦戦してます。なおこの論文を盗みましょう。なんかさっきからなんかそういう盗みましょうとか取りましょうとか、お前は努力しなさい、右下の子。筆箱落とした。左下。落としてる間に変える感じなのかな。あ、変わった。卑怯やな、これ。左の子の筆箱落として、右と左の本を変えたみたい。
本っていうか書くものね、紙を変えたみたいな感じですね。嘘、私の論文じゃない、もう一度やり直し、まあ簡単だしね。タックルを回避するのに太郎を助けましょう。どうすればいいんだろう、そのままだとぶつかっちゃうダメみたいな感じですね。お、靴タップしたら靴下みたいっていうか靴が脱げてから上に行った。なるほどね、靴脱げないぞこいつらはどうすればいいんだ、脱げない、今度は脱げない。一番最初の人は靴でいいんだよな。うまいことチョンってやればいいのかな。次の子もう一回やってみるか。うまいこと脱がせる感じか。でも脱げないんだよねこの子。あ、今度はヘルメットか。ヘルメットのやつをパッてタップしたら変な感じになって避けていくことができました。タッチダウンだぜこれは。レベル11、ミキをチアリーダーのダンスに合わせてあげましょう。またお前怠けてる。はい左、はい右手、あ、ジャンプしちゃった。はい左、あ、早くやりすぎた。はい左、まあ右手ですね。はい左手、はい、ジャンプ、ジャンプはタップで OK です。はい、これもタップでいいわ。はい、タップする場所が決まってる、スワイプとかじゃなくて。次ジャンプか、いやフェイントだった、右手 OK できた。ボンボンとなんかスカートあたり、スカートをタップするとジャンプみたいな感じ、ボンボンだとそれを上げるみたいな感じ。もうすぐチアのキャプテンになれるわ。レベル12、ピラミッドを構成するのを手伝いましょう。これ青が3人いるから青3人合わせて、次黄色がいるから黄色2番目に合わせて、最後にこんな感じで OK なんじゃないかな。はい、うまいことできました。もしうまくできなかったら左下の3本の点々のところからやり直せます。これで1番の人気者になれる。まあ、動かなくなったら左上のここからやり直しとかできるからね。ナオコはミキに仕返しがしたい。あーなるほど、メガネを取ってダメだ、メガネをかけさすガリベになっちゃった。これはちょっと違うね。メガネを外すことはできます。あとヘアゴムを取ろう。お、なんかハートになったよなるほどね、こっちに見とれてぶつかってしまったみたいな感じか。あの可愛い子は誰だ。レベル14、ミキがまたナオコをいじめてます。やめさせましょう。まず動かせるものを探します。特にね動かせるものはないですね。お、右下のところ、取っ手みたいなところ、テーブルのところ、左のところ、なるほどね、左と右のところのテーブルのところの支えをねタップしたら外れて落ちちゃったみたいな感じですね。食事代を払ってもらうわよ。レベル15、太郎がランチに遅れています。人混みを抜けるのを手伝って。どういうこと、上から行くってことやない、こうやって。あ、でもいるからダメってこと か、 だからこの人をどけてこうやって滑っていく、これで OK じゃないかな。はいクリアよ。太郎見えっぱり、階段の生徒。なお子を論争大会に優勝させましょう。×三角丸丸×三角。なるほどね、この丸を動かせる感じになってる。だから丸を一番右にすればいいから、これでいいんだけど入らないよな。あ、バツとかも横にできるじゃんこれ。だからこんな感じで、なんて言うんだろう、普通に横にするとかじゃなくて変えれるから、丸とバツ入れ替えて一緒にしてクリアみたいな感じで、四角、四角はこっち下のところに3つあるから三角のところに置くみたいな感じですね。これでクリアでした。日本初の女性総理大臣になるわ。太郎は直子とミキを仲直りさせようとしてます。真ん中に入るダメだこれ、ならこっちに行ってからはい来なさい、仲良くぶつかってみたいな感じ。あ、仲良くなった無理やりだけどな。さあハグして仲直り。レベル18、太郎の努力は無駄でした。喧嘩をやめましょう。どっちが強いんだろうね。上の人たち一応動かせるんだよねこんな感じで。あ、なんかボタンがあった、後ろに押してみよう。あ、先生が来た。これで喧嘩が止むみたいな感じですね。なんてことだ、激おこ校長。レベル19、2人とも校長先生に捕まらないようにしましょう。逃げる。あー、両方こうやって離す感じか。あぶねー、これほんとアクションゲーム。私がタップして移動させてる。あ、こっちだけでいいじゃん、おとり。はい、疲れましたで、逃げ切れば大丈夫です。時間ないうちにね。チームワークができるじゃないな、こう。あなた、意外と根性あるわね。どっちかを左下に避難させて、一人でぐるぐるやっとくのもいいかもしれないね。レベル20、居残りになりました。この機会に仲良くさせましょう。時計とか動かせる？動かせないね。なんか扉が開いた、後ろ。で、右上なんかあるよ。魔法のエキスみたいなやつ。これを飲ませる。飲まないか。
ちょっと初見プレイなんでね、いろいろやっておりますが。この、私分かったわ。このメガネ直すんじゃない？これ多分つけて。こんな感じにつけて。あ、ごめんなさい。違いましたね。でもこれを使うと思うんだよね。あ、なんか、取れた。あ、なるほど。こうやって、この上で使うみたいな感じか。いくよ。はい。で、これで、ボンドみたいなのやったから、これでメガネをくっつける。で、治る。めっちゃでかかったな。インキー法なのかな。で、他は何やるんだろう。これ交換するみたいな感じかな。これ仲良くっていうのかな。甘やかしてる感じもするけどね。まあでも仲良くなれたんならよかったわ。メガネを直してくれてありがとう。カナイを手伝ってくれてありがとう。そして二人は仲良くなりました。めでたしめでたしかな。最後までご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。またね、アップデートされたらね、やっていきます。今回は大変な高校生活っていうのをやってみました。近日公開。